名探偵、コナン名探偵、コナンの登場人物、モウリーランモウリーランは、週刊少年サンデーで連載されている、青山剛昌原作の漫画作品、及び、それを原作とする、テレビアニメなどのメディアミックス、名探偵、コナンの作品に登場する架空の人物であり、同作のヒロイン。アニメでの声優は、山崎若菜が担当する。ドラマでの俳優は、黒川智香、 靴なしおりが担当。工藤新一の幼馴染みで恋人。父親は探偵のモウリコ郎、母親は弁護士のヒエリ。新一の帰りを待つ一方で、居候である江戸川コナンの姉的な役割を果たす。また、別居中の母に代わって、もう年への家事全般を担っており、父の悪癖を制止する、歯止め役でもある。空手を得意とする。一人称は、私。 周囲からの故障は、コナンからは、ラン姉ちゃんと呼ばれているが、興奮した時などには、新一の口調に戻って、ランと言ってしまうこともある。新一、小五郎、エリ、鈴木その子からは、ラン、赤楚博士、めぐれ警部、工藤優作、セラマスミからは、ラン君、吉田歩美からは、ランお姉さん、小島玄太からは、ラン姉ちゃん、つぶらやみつひアムロトール、 男性警察関係者からは、ランさん、服部平次からは、姉ちゃん、遠山和葉、工藤幸子、女性警察関係者からは、ランちゃん、松本さゆり、ジョギスターリングからは、モ利リーさん、ベルモットからは、エンジェル、塚本和美からは、モ利。リー。ハイバラ愛からは直接名前を呼ばれる機会はないが、コナンとの会話の中では、彼女もしくは、探偵事務所の子と呼ばれている。 アニメのキャストクレジット順は、基本的に、湖南役の高山みなみに次いで、乱役の山崎若菜は2番目表記だが、神谷明の毛利小五郎役の時期は3番目に表記される回もあった。テレビアニメ853は、桜組の思い出では、初めて、乱役の山崎が、キャスト表記にトップクレジットされた。 名前の由来は、アルセーヌルパンの作者である、モーリスルブランからで、ランは、作者のお気に入りの名前の一つでもあったから。本人は、自身の名前について、ランで、走るために生まれてきたような名前だと述べている。停滞高校2年 B 組に在籍。年齢は、登場時16歳。誕生日は不明。空手部の首相を務めており、都大会や関東大会での優勝経験もある。 周辺状況や精神状態によって、多少のばらつきは見られるが、空手を中心に高い身体能力を有している。第1話では電柱に拳を手首の深さまでめり込ませて周囲にまでひび割れを生じさせたり、その後もドアを蹴破ったりするなどの描写が見られた。チンピラや刃物類を持つ、凶悪犯を返り討ちにする格闘能力を持つ。 空手以外の格闘技も含めて攻撃を見ただけでその威力を見抜くとともに相手の能力に対する洞察力も持ち合わせている。自動式拳銃による至近距離からの射撃に対して引き金と銃口の向きを観察する視力と銃弾を紙一重で回避する反射神経を備えている。また剣道の有段者である犯人を飛び蹴りの一撃で倒したこともあり、それを見たコナンからは 改めて強えへと評された。人数が極端に多い場合相手が日本トップクラスに選ばれているプロ格闘家の場合、攻撃を軽くかわされる、苦戦する、倒されるなどの描写もある。また、背後からのスタンガンを使った不意打ち攻撃にはしばしば気絶させられている。さらに、上述のように相手の風貌が苦手なホラー要素を、 早期させるために不気味さから腰を抜かして対応できなかったことや抵抗できないほど衰弱していたために犯人に人質に取られたことなどもある。力持ちで敏床性が高く爆点を披露したこともある。新一やその子のセリフによれば幼少期から体力と根性があった様子。ただし、スケートだけは苦手としている。把握していたコツだけで、 シャイニングウィザードを披露して、現役プロレスラーの犯人を一撃で混沌させる。誤って自分の元に飛んできたサッカーボールを、かつて見た新一の蹴りを参考に、空手の蹴りを用いて蹴り返すなど、技を応用することにも長けている。アニメでの心と違って極端な高所恐怖症とは、設定されていないが、高層ビルなどの高所には、それなりの反応を見せる。しかし、 そこで危機に瀕した者がいた際には迷わず救助に動いており、特にコナンについては消火用ホースを命綱にして彼を抱えたまま飛び降りることや、その直後に窓ガラスを蹴破って屋内へ着地することすら行っている。ルパン三世 VS 名探偵コナンとルパン三世 VS 名探偵コナンザムービーに登場した青年投手キース・ダンス・ティンガーには 空手の実力と睡眠薬の危機が遅い体質、さらには目覚めても悲鳴すら上げない沈着さから、コナンの能力も含めて、君たちは何者なんだと驚かれている。工藤新一と、毛利蘭のブロンズ像新一とは、物語開始の13年前、保育園に、彼が転入してきた時からの付き合いであり、彼のことになると、周りが見えなくなってしまうほどに好きで、新一が、 他の女性に取られそうになったり彼が自分に隠し事をしていたりすることがわかると普段の優しさが一転し執念深く嫉妬深い性格へと表現する当初はいなくなった新一が心配で夜も眠れないほどだったほか普段は帰ってこないことに対して憎まれ口を叩いてはいるものの姿を消してから初めて姿を現した新一を見た際には 涙を流しながら心配していた胸を告げている。親友の鈴木園子や遠山和葉に新一との仲を、冷やかされると、以前は素直になれずに完全否定していたが、ロンドンへ行った際に新一から、好きな女と告白されたのを境に、それ以降は仲を冷やかされて照れることはあるが、新一の彼女と呼ばれても否定しなくなり、その間に、園子や和葉から、 返事をした方がいいと勧められるもなかなかできなかったが、最終的には修学旅行で訪れた清水寺において新一の方にキスをする形で返事をした。さらに旅行後も新一に私たち付き合ってるってことでいいんだよね。と中を公認するかのようなメールを送り、完全に恋人同士となった。新一から送られた携帯電話を愛用している。 同じく新一から送られたストラップについている生子男のマスコットはその子までの乱に合わせて表情が変わるという小ネタになっている。コナンとは一緒に寝たり混浴も行ったりしていたがコナンの正体が新一ではないかという疑惑が生まれていた時期はそういう行動は一切なくなった。その後もコナンの正体が新一だと確信したことが何度かあるが コナンや事情を知っている関係者に誤魔化されることがその都度繰り返され、2020年現在も、新一は事件のため遠くに行ったままと信じている。その一方、メガネを外したコナンの素顔が新一の幼少時代に酷似していると分かってからは、コナンに新一の姿を重ねることが以前よりも多く繰り返されている。また、コナンの観察力、推理力が優れていることに気がつき、 最近ではそれらを当然のように認識してもいる。ただし、コナンが好きな相手は、ハイバラだと思っている。服は、初期でも現在でも、流行のファッションを着用しているが、ガングロやゴスロリのような、奇抜なファッションは好まない。ただし、ゴスロリだけは別の人の姿を見てその子と共に、可愛いと歓喜しており、内心では、憧れているかのような節も見られる上、私服の時は、 オーバーニーソックスを履いていることもあるが、稀にオーバーニーソックスにブーツという組み合わせで履いていることや、へそ出しルックも着用していることがある。スカートは服装によって様々であり、制服のそれも初期は膝元だったが、その後は膝上になっている。また、ズボンの場合は、ジーンズのような長いものより、ショートパンツやスパッツのような短いものを履くことが多い。なお、 ドラマ版でも私服は、ショートパンツにオーバーニーソックスの組み合わせが多い。通学用の靴はスニーカーから、ローファーやブーツ、靴下は、白の短いソックスから、紺色のハイソックスに変わったが、上着を脱いだ、ベスト姿も時折登場する。使用の水着は、初期こそ露出度の高いハイレグを好む傾向が見られたが、その後はレイヤードなどビキニを中心としたものを好む傾向が見られる。 下着は白色であることが多く、コナンに何度も見られている。アニメオリジナルでは、アイドル歌手のリサ・パープルに扮するコスプレで、露出度の高い衣装に、再配ブーツを履いていたが、それが原因で彼女と間違えられて誘拐されたことがある。コナンの宿敵である黒の組織とは、自身が気づかないうちに、メンバーのベルモットやバーボン、キールと深く接触している。 1> 第1回キャラクター人気投票での順位は6位。2011年のテレビ劇場版15周年記念のキャラクター人気投票では5位。2012年の週刊少年サンデー連載800回記念キャラクター人気投票では6位。ダビンチ2014年5月号での好きなキャラクターランキングでは5位。名探偵コナン 50SDB でのファン投票人気キャラクターランキングでは 総合ランキングと一番好きなキャラランキングで3位だった。2020年5月7日発売の雑誌、ダヴィンチ2020年6月号で実施された読者に幸せを与えてくれたキャラランキングでは6位を獲得した。ありがとうございます。